ミジェットとは、ダイハツ工業が1957年から1972年まで生産、販売していた軽自動車企画のミワ自動車である。ミジェットは、英語で、超小型のものという意味の単語で、小型な車という思いを込めて名付けられた。ダイハツは、戦前から長くオート三輪業界の上位メーカーであり、戦後は、当時の小型自動車企画枠に収まる750、 cc-1000cc クラスのオート三輪を製造していた。1949年制定の軽自動車、規格枠に収まる、より小型のオート三輪が、1952年頃から、新興の中小零細メーカーで製造され始めた。大発は、軽オート三輪に着目していなかったわけではないが、1950年代初頭は、朝鮮戦争による、 特殊景気で通常クラスの王と、ミワ需要が高く、ダイハツ陶器村メーカーは、そちらの増産に重点を置いていたため、当初の慶応と三輪の市場は、中小メーカーに占有されていた。ところが1953年の朝鮮、戦争休戦で、日本における特殊景気が減退、不況期の需要低下で、王と三輪業界でも、黒金車の日本内燃機、 ア津キツクルマの名和自動車工業といった中堅、買いメーカーが経営難に陥り、上位メーカーも厳しい状況に直面した。一方、1954年にはトヨタ自動車工業が、廉価型の 1000cc、1トン積み4輪、トラック、トヨペット SKB を発売、1956年以降は、同系列のトヨタ自動車販売との協力による、 大幅値下げなどの拡販戦略で既存の王と三輪を圧迫するようになり小型貨物車業界における三輪トラックのシェア低下が始まった。1957年には小型トラック市場において四輪トラックが三輪トラックのシェアを上回るまでに至った。このため王ト三輪メーカー各社は四輪トラック市場への参入を試みるようになり これはダイハツも同じであったが、一方で、ダイハツは、これまで、オート三輪でも高価で手が届かず、もっぱら自転車やオートバイなどを、輸送手段としていた霊彩企業、商店主などの、国地輸送需要を満たす、廉価貨物車の開発を着想した。これは、当時におけるいち早いマーケティングリサーチの成果であった。1950年代中期の日本農立協会の、 調査によれば、従業員10人以上の事業所には、小型オート三輪トラックが相当に普及していたのに、対し、全事業所数の93%もの比率を占めた、従業員9人以下の小規模事業所では、オート三輪はほとんど使われておらず、オート三輪メーカーにとっては、未開拓のマーケットだったのである。このため、車検免除や安い税額などのメリットを持つ、軽自動車枠に目をつけ、 当時存在した軽自動車免許で運転できる KO と三輪トラックを開発した。開発は1954年から着手され、1956年には試作車が完成した。1957年8月に発売されたミゼットは、既存の中小零細メーカー製の KO と三輪のような既存車両のパーツ流用によるアッセンブリー生産という安易な策を取らず、 当初から自社一貫生産による大量生産と低価格販売を目途として開発されていた。小型タイヤに代表される合理的な簡易性と車両全体を一から専用設計した高い完成度とを兼ね備えており、実用上も高い信頼性、実用性を備えた。免許制度や維持費のハードルが低く、ダイハツ系ディーラーの全国サービス網が整備されており、 ゲップ購入も選択できるミゼットは、より大きなオート三輪導入が、資金的に苦しかった自転車、小型オートバイユーザーの零細事業者たちにも手の届く、初めての大手メーカー製、オート三輪であった。販売戦略も、その軽便性を売りとする、街のヘリコプターなるユニークなキャッチフレーズ、楠すのきの歌うコマーシャルソング、ミンミンミゼットなど、個性的であったが、特筆すべきは、 テレビコマーシャルの一早い活用であった。当時大発がスポンサーとなっていたコメディドラマやりくりアパートの生 CM にドラマの主役である大村コンを起用番組終わりの CM 枠では毎回大村が逆混じりで両手を線形に広げるアクションとともにミゼット、ミゼットと連呼した。これらの各品作は大当たりとなりミゼットは一役。 ベストセラーとなった。以後大手、中堅の王と三輪、メーカー各社はミゼットに追随して、K 王と三輪に続々参入し、この K 王と三輪ブームは1960年、頃まで続く。ミゼットも対抗して改良され、当初のタンザバーハンドルからドア付きニザマルハンドルへの上級移行を果たすが、以後は、海メーカーの搭滞、撤退と、二輪車からの進出メーカーも含めた四輪。 軽トラックへの市場シフトが急速に進行し、軽ミワブームは短期間に終わった。その中でミゼットは唯一1972年1月まで長期にわたって販売され、本格的な KO と三輪としては日本で最後まで作られたモデルとなった。生産終了後も乗用車のスバル360と共に1960年代を代表する車種として知られており、 日本の高度成長期を描いた作品にも劇中者として登場するなど一般大衆からも人気、知名度は高い。1996年4月には当社のコンセプトを受け継いだ4輪のミゼット2が発売された。ドカ、ドキ型、1957年から1958年、DSA、DSV、ズップ型、 1959年から1961年1957年8月1日発売開始通称バーハンドルミゼット特徴はタンザのバーハンドルという最低限の仕様でキャビンは全面風防こそあれど屋根と背面はホロでありドアもついていなかった車両寸法は全長 2540mm 全幅 1200mm 全高 1500mm。乗車定員1名。エンジンは座型強制クーにストローク短気百 249cc ガソリンで、最初期型となる土化型のスペックに関しては、最高出力は8馬力を発生、最高速度時速 60km、燃料消費率は1リットルあたり 28km、L であった。最大積載量は 300kg で、 車両総重量は3 0 6ラムである。ラインナップは登場当初は基本型となる土下型、およびセル付け仕様の土器型のみのラインアップだったが、1959年には土器型を基本にエンジンの最高出力を10馬力に強化し、サイドドア付けキャビン仕様に改めた DSA 型、DSA 型を基本に2台部分を箱型にした。 ライト版の DSV 型、DSA 型を基本に二人乗車を可能とし、2台の奥行きを短縮させた、スップ型が追加された。マルハンドルミゼットこと MP 型が登場後も、当面の間、バーハンドルミゼットは、販売価格を引き下げて併売されていたが、口述する MP4 型の発売開始に伴い、1961年末までに、販売終了となった。MPA。 んっぺー部型、1959年に MP2、MP2 ボルト型、1959年に MP3、MP3 ボルト型、1959年から1960年、MP4、MP4 ボルト型、1960年から1962年、MP5、MP5 ボルト型、1962年から1972年、通称、マルハンドル・ミゼット。 1959年4月に北米向け及び当時米国の統治下にあった沖縄向けの各種左ハンドル仕様の MPA 型として先行発売され同年10月より MPA 型の衣装はそのままに右ハンドル仕様に改めた日本国内向けの MP2 型として発売を開始した特徴はくちばしの形状を連想させるノーズ部分と一体化 されたキャビンであり、DKDS 型と比べて、スタイリッシュになった。ドアが装着され、ルーフは MPA 型から MP4、MP4 リットル型までは、ホロが用いられていたが、MP5、MP5 リットル型以降からは、後半製のクローズドルーフとなった。ハンドルは DKDS 型のバーハンドルから、丸ハンドルへと変更され、さらに運転がしやすくなった。 車体寸法は全長 2970mm、全幅 1295mm、全高 1455mm と全長と全幅がサイズアップされている。また全車セパレートシートを装備し、2人乗車が可能となった。ラインナップは当初、既存の DS 型系、および MPA 型系ミゼット用と、ほぼ同性能の座型エンジンを搭載した。 MP2 型が投入されたが、車両重量が DS 型に対し 100kg 近く増加し、結果的に動力性能に不満を持ったユーザーも決して少なくなかったため投入からわずか2ヶ月後の同年12月に新開発の ZD 型エンジンを搭載した MP3 型へ移行し、既存の MP2 型はわずか2ヶ月程度で生産、販売終了となった。 1960年5月には MP3 型を元に全長を 200mm 延長し、荷台のサイズを拡大し、最大積載量 300kg から 350kg へ変更し、サイドドアの窓が上下に昇降可能になった MP4 型へ移行。1961年にはパキスタンでノックダウンによる現地生産が開始された。 1962年12月には MP4 型をもとに、さらに荷台を 100mm 延長し、混合燃料から分離給油に改良され、フェンダー一体型フロントノーズの形状、およびサイドベンチレーター、キャビン、室内、荷台などが大幅に変更、改良された MP5 型へ移行した。また、1969年8月には MP5 型の一部改良に伴い、 等過器及び反射器等に関する放棄に対応するため、ヘッドランプの左右側面にサイドターンシグナルランプ、及び二転式、シートベルトを追加装備し、さらにフロントウィンドウ直下のターンシグナルランプをホワイトレンズのまま大型化した。軽自動車の分野でも、市場の主流は3輪のミゼットから4輪のハイゼットに、以降、統合し、1971年12月をもって、 最後の受注分の生産をすべて完了し、1972年1月31日をもって販売を終了した。同社としては最後の王と三輪となり、製造終了までに国内向け仕様が317,152台が、輸出仕様が19382台が、それぞれ生産されたが、この当時米国の統治下にあった沖縄にも、左ハンドル仕様として、 ごく少数が輸出されたほか、輸出仕様全体の約半分が東南アジア方面に輸出された。その中でもタイには大量に輸出され、その大部分がトゥクトゥクと呼ばれるタクシーとして運用されていた。信用力の高くない零細ユーザーをも対象に、含めたゲップ販売はメーカーと販売会社の基盤が整っていなければ、実施困難で、 大手メーカーの経営体力があってこその積極的な販売施策であった。大須賀次郎へのインタビューでは、自転車やオートバイで午前に御用劇を行い、午後に配送を行っていた、当時の零細商店に、王都三輪で午前中の御用劇と同時に、商品も引き渡すよう図り、これによって空いた午後の半日を団地などへの新たな各班に利用しては、どうか、 と、オート三輪活用によるソフト面での営業効率アップ提案が行われたことも記載されている。外国人用にハイルーフとしたため軽量化目的のもので当然ながら開閉機能はない。オイルマチックの名称を持ち日本の自動車技術240線にも選出されている。ちなみに側面用のターンシグナルランプは同社の三代目ハイゼット用。 およびフェローバギー用と同一の部品が流用された。ありがとうございます。